山口仁、武蔵健の人生大学。山口仁、武蔵健の人生大学、今日も始まります。よろしくお願いします。お願いします。どうも台風ね、大変ですね。すごい台風ですね。のんびりのんびり、車使っちゃう、崖が崩れる、家が潰れる。本当ですね。もう甚大な被害を受けて大変ですよ、これね。新幹線だって動かないですね。動かないで、途中まで行って9時間乗ってた人いましたよ。静岡から戻ってくるのに9時間ですか。もう最初から言ってやれってかわいそう。ひどいもんだな、これな。ひどいもんなんてもんじゃないですよ、これ。飛行機なんかほとんど運休でしょうね。いや、もう全然ダメです。だからこういう時に飛んだらどうなんですかね。いやー、飛びたいですね。命かけて飛ぶと飛びたいですね。飛んだ人に賞金、お客さん100万円とかね。なんとかにいいね、武蔵リーニョとかっていう台風とか、嵐の中を飛ぶケンリーニョとか名前つけて、ジンリーニョとか名前つけたってそこで笑ってちゃいけないんですけどね。いや、被害ね、やってる方もいらっしゃるんで、現地について100万円ポンとね、現金でってね、すごい賭けですよ、これね。いや、でも無事着いたらもう現金はもう、ね、5億当選とかね。そうですね。生きるか死ぬか、一か八か。乗客5、6人だったとかね、みんな末期の、まあ、失礼な言い方ですけど、余命少ない人がみんな乗ってくるとかね、そういう賭けもありますよね。一応やりましょうかやってみたいですね。いや乗る人いると思いますよ。ワンオンエイトツアー、ね、一か八か。特に一か八かって言うと、どうしても風が思い出したんで、例の反社の方なんてね、もう読めない人なんていうのはみんなそれに乗るんじゃないですか。いや、ヒットマンよりもね、いいんじゃないですかね。逆に言うと読めない人結構ね、ヒットマンなりんじゃないかなっていつも思うんですけど、こんなこと言ったら怒られるけど、ただやっぱり撮る前にやられちゃうケースが多いでしょう。向こうもプロですからね。なんでしょうね。やっぱり素人はなかなかね、撮れにくいでしょうからね。ね、お金もらってやってる方ね、いますからね。そうですね。難しいとこです、こればっかりは。難しい。でも余命いくばくもない。俺も何だか知ってる方が、大戦、はい、まあ、古い歌舞伎町の方がいて、はい、そのパクれちゃって、あ、そうなんだって言ったら、パッて言ったら、歌舞伎町飲んだら、うわ、ジーンって、あれ、パクれちゃってないですかって言ったら、はい、10年以上前だけど、あ、末期がんだった。調べたら末期がんで逮捕取り消しになったんだ。あ、そういうことあるんですよ。初めて聞いた。びっくりした。まあ、どうせ逮捕したらもう亡くなるの見えてるってことは、見えてるから、もうシャワーでそのままっていう。じゃないですか。だから、なんつう、そういう逮捕中止ってから、それパイになったやつ調べたら、だからほら、留置に入る前に病院行くじゃないですか。はいはい。ステージ4とかじゃなかったらしいですよ。まあ、末期も末期で。そしたらもう1ヶ月も打たないで亡くなってたんですけど、その方。なるほどね。そういうことはあるみたいですね。あと、ちょっと今回、本当はテーマをやりたかったんだけど、難しいテーマだからなと思って今考えたんですけど、ちょっとやんなかったんですけど、あれ、
なんだっけ総理、ああ十何人も、ねね、手を挙げましたね。いやあれほぼだってみんな裏金議員の半分じゃないですか、ね、いや思うんですよね。これテレビでバンバンやってるみたいですけど、うん、俺ら何の意味もないじゃないですか。投票権ないしね、うん、はっきり言って、ねね、普通の選挙だったら意味わかりますよ。これ日本なんだからアメリカみたいに、そうです。だから国民投票にすればいいんですよね。だからやるなって言ったらそんな、まあ、電波の無駄でね、うん、だったら決まってからやらないんですよね、うん、だって永田先生決めてるんだったら何の投票権ないし、知ってもねどうしようもないですもんね。だから俺一番びっくりしたのがあの河野なんとかさ、いやびっくりしましたよ。あれ あんだけさ騒いでてさ、ワクチンで儲け上がって散々 ね、ほんで大嘘ついて、大嘘ついて、で、麻生さん、麻生さんが言うには、いや今まで一番立派な演説だったって褒めるとこですかこれ。大嘘つきの演説じゃないですかね。嘘800並べてね、すごいじゃないですか。なあびっくりしたじゃん。己が最後に何人殺してるって言ったんですよね。河野洋平、お父さん河野洋平さんは本当に素晴らしい政治家だったんですね。もう河野太郎はひどい。でまた小泉進次郎が出るっていう親子揃って日本を潰す気かっていうのですね。日本親小泉ね、なんだあれなんですけど親父は11ですか。小泉純一郎は11を民営化してアメリカにいっぱい、ね、そうですね、あのなんだっけあのアフラックとか呼んでおかしくして、そうっす、でとっとと辞めちゃって、どんだけ暴落したんですか。みんなシーコンドですからね、うん、一番それで金儲けたんですからね、うん、アフラックってだってなかったでしょ日本に、うん、なかったのはだって本社なんか調布にあってすごいビルだけど、うん、あれやったの読んだの小泉ですからね、うん、なるほど、うん、まあ、いっぱいありますよアメリカとの、ね、あの駆け足いろんなの作って、ね、自分がその利権で儲けたっていう、ね、これ事実ね。岸田もだから全然やる気ないじゃないですか。もう今だって外国人のほら労働者入れるのにほら弟がほら会社やってるからもう金儲かるからもうどうでもいいんですよ。どんどん入った方がいいですよね。亀井静香と一緒ですよ。亀井静香もね道路公団のやつで使って航空なんだあのなんだあの空港の駐車場のね料金全部あの人が納めてるんですか、ね、そういうことねみんなね知ってもなんか忘れちゃうのかな。いやそこまで深く知らないんじゃないですか。多分嘘だと思うんじゃないですか。いやいや本当ですよ。テレビでやんないからネットなんかで唯一たまに出てくるんで、ネットだからあみんなもうこれ半分もう半分本当半分嘘だと思ってると思うんですよね。本当ですよ。本当ですか、ね、私あの政治家から聞いてるんで間違いないですよ、ね、私の言ってることは大体あのそうですね議員の方の秘書の方とかの議員のね元議員の方とかに聞いてるんで間違いないです。間違いないですからね。ひどいですよ。だからそれ平気でみんなねだからね国民がねバカになったっていうのもね政治家のせいなんですよ。そうですね確かにね。でカナダの政治学者が、はい、カナダの偉い大臣かな政治学者か忘れたけど、はい、言ったじゃないですか。日本は、同一国民で同一民族で、薬物中毒者も少ない、あと無法地帯もない、みんな国民自体が何て言うんですか、理性を持ってみんな生活していて他人の生活に干渉したりそういうことをしないのになぜこんなに30年も衰退したかっていうのは明らかに政策のミスだってはっきり言ってるんですよ。今年か去年の終わりかな言ったんですよ。それでもね仕方ですよ。そうですね本当ですね。こういうのねもう皆さん政治家の利害関係ありきで動いてるのが日本の現状です ね本当そうですね。ああでもこの間友達がねあの和歌山県行ったんですって。ああ何つい 2,3 日前にねああちょっと話したんですよ。ああそれをすげえんだよとかなんだよって言ったの。ああ2回ってやめたんだよなって思う。引退したんじゃない引退したんですよね。ああそうですね。2回のポスターだらけですってずっとにあの和歌山県入ったらずっと、はあなるほどね。まだやってるんですよ。息子がいるんじゃないのって言ったら2回のポスターしかなかったって。なんかこの間応援演説かなんかでなんか演説してましたね。コメントしたのなんかちらっとニュース見ましたよ。詳しく聞けなかったんですよねちょっと動いてたんでね、誰かのテレビのインタビューかなんかでこう答えてましたよね。びっくりしましたね。あれ表から消えたんじゃないかと思ったらちゃんとそういうところに出席してましたね。
なんであの森さんも森いやーこの辺がもうすごいですね。森もすごいですね。すごいですね。すごいですね。車椅子乗ってくるんですからね、もう老害というよりじゃもうなんだあれは、人類の害だよねあれは。本当ですね。やめてほしいよ。そこまで何汚名をずっと残したいのかな。汚名ですよあの人は。勘違いしてんだ。自分が人類になりたい、日本の歴史の中に名前残してると思ってるかもしれない。 あなたは汚名ですからね。汚名、ね、息子が錆びついて死んだろ。最大のねオリンピック招致でね、大金儲けしてね。本当ですよね。あれだって結局あやふやでしょ話がね。みんなこれ本社なんかいっぱい入ってますよ。気が付いたらみんなあのまま待ってますもんね。どうなったかみんなやってないとかね。で塩学もね、結局あのね、そうです、あの森さんからね、息子がいたから、あの場にいたから、ね、お金もらって塩を黙って3億ぐらいもらって懲役いってんすから。そういうことね、考えたらね、これが日本ですよ。情けないですね。ですね。なんかこんな初っ端からつまんない話なんで、ちょっと映画行きますか。映画行きましょうかね。映画行きましょうか。映画紹介お願いします。いいかな、大丈夫純ちゃん。いい、純ちゃん、 俺たちが真面目な話してるんで、ちょっと どっちにしようかなって今。真面目な男好きなと思ってんじゃないの。違うの。今あのデスクの女の子、デスク使う この前の番組の方も一人でだいぶ弾けてました。今日俺見せたのね、絶賛でこんな踊ってましたけど ね自分見ちゃって楽しかったですよ。じゃあ純ちゃん踊んないの。踊んないそうですね。可愛いんですけどね、一回乗っけてやろうかと思って。はいですよ。あ、出ますか。お願いします。はい、どうもこんばんは。はい、さらばアランドロン。はい、山口仁の次男坊。はい、静雄です。はい、そんなこんなで、はい、今回も映画について語らせていただきたいと思います。はい、そんなこんなで今回紹介する映画は、はい、フォード vs フェラーリ。はい、2019年のハリウッド映画、はい、ルマン24時間耐久レースを題材に、はい、マット・デイモンとクリスチャン・ベールのダブル主演で描かれる、はい、熱き男たちのドラマであります。はい、この映画は1960年代に実際に耐久レースの世界で対立関係にあった、はい、フォードとフェラーリの関係を元にしており、はい、詰まるところ実話から着想を得た物語というわけであります。はい、でこの映画はどんな物語なのかというと、はい、舞台は先にも述べた通り1960年代。はい、当時ルマン24時間レースで4連覇を果たし、はい、世界中から憧れの目を向けられていたフェラーリ。はい、そのフェラーリを買収することで、はい、自社のブランドをさらに高めようとしたフォードでしたが、はい、そのフォードからの買収の話をフェラーリは突っ張ります。はい、フェラーリはレース事業に対して強いこだわりがあり、はい、絶対王者としての自負があったからこそ、はい、フォードからの買収の話を断るのです。はい、まあこうして顔に泥を塗られる形になったフォードは、はい、何としてでもルマン24時間レースでフェラーリに勝つという目標を掲げるのです。はい、そうしてフォードは、はい、フェラーリに勝つために、はい、2人の凄腕の男を雇うのであります。はい、その男たちとは、はい、1人はマット・デイモンが演じる、はい、かつてはナウテのレーサーとして活躍しながらも、はい、現在は引退し、はい、凄腕の整備士として活動する男。はい、そしてもう一人は、はい、クリスチャン・ベールが演じる、はい、40代半ばでありながら未だに凄腕の百戦錬磨のレーサーとして活躍し続ける男。はい、レースに対する強い情熱を持つこの二人の男が、はい、様々な苦難や困難、そして権威を振りかざしてあれこれ口出ししてくるフォード社との軋轢を乗り越えながら、はい、ルマン24時間レースへと挑んでいく、はい、そんなドラマなのであります。はい、この映画、はい、アカデミー賞においてはアカデミー音響編集賞を受賞しました。はい、それがまさに全てを物語っています。はい、映画館で見ると分かるのですが、はい、もう映画館ではやっていませんが、はい、ものすごい迫力です。はい、モーターエンジンの凄まじい爆音が、はい、脳髄を刺激し、はい、ガツンと頭をぶん殴ってくる、はい、そんな感じの迫力に満ちているのであります。はい、
音響の迫力もさることながら、はい、レーシーンにおけるダイナミックな編集も、はい、圧巻です。はい、24時間耐久レース、はい、闇夜のサーキットの中を駆け抜ける強靭で美しいレーシングカー、はい、けたたましい爆音が鳴り響き、はい、そんな中でシフトチェンジや限界まで振り切れるタコメーターなど、はい、次々に激しいカット割りとともに、はい、映し出されていく、はい、この迫力、はい、このダイナミックなインパクト、はい、いささかけれんみが行きすぎて、はい、ちょっと漫画的になっている部分もありますが、はい、すさまじい、はい、ドーパミンが弾けるような、はい、興奮にあふれています。はい、そしてこの映画のドラマを彩るのは、はい、マット・デーモンとクリスチャン・ベールという2人の名優のアンサンブル、はい、この2人の男の友情、はい、この男同士の絆、はい、さまざまな苦難に直面しながらも、はい、切磋琢磨し、はい、乾いた友情を築いていく、はい、この渋み、はい、この愛おしさです。はい、この映画の監督を務めたジェームズ・マンゴールドは、はい、このマット・デーモンとクリスチャン・ベールの関係性について、はい、明日に向かって打てなど、はい、60年代から70年代の西部劇を意識したと語っているのであります。はい、通りで乾いた雰囲気があるわけであります。はい、以上です。あー、どうも。あー、本当、確かに西部劇の雰囲気出てましたよ。あー、なるほどね。あの草レース場でクリスチャン・ベールをスカウトしてマット・デーモンが行くとこなんか、あー、丸っきり西部劇に立つんですよ。面白かった。面白いですよ。私が映画館で見て、今またネットフェリックスで見たんですけど、はい、面白いですよ。非常に面白いんで見てください。やっぱり僕はこのルマンを題材にした映画結構作られてますよね。まあ、シーブ・マックイーンのね、このルマンとか、そうですね、良かったですね。いや、最初はアランドローンだったから、そのことだと自分で最初思った。面白いですね。確かにね、すごいもう名優っていうか、もう例えられないスターが亡くなりましたね。アランドローンね、代表するね、素晴らしいもうスターです ね。これぞ映画スターって感じしますね。まあ、あんな美しい顔の人は、ね、なかなかいないじゃん。年とともに渋くなって ね、本当に男の深みを増していったしね、素晴らしかったですね。あの三船敏郎さんがなんかと、なんだっけ、ヤクザ、レッドさんでしたっけ、レッドさんですけど、レッドさんとあとヤクザですっけ、やりました。フランス映画ってヤクザ好きじゃないですか。仁義とかありましたね、ボルサリーノとかね。まあ、特にアランドロはそれ最終的にはそっちにやってましたね。かっこよかったですよ。本人もね、そういうなんかいろんなジプシーのね、やっぱり恵まれの生い立ちから始まって ね、その裏社会との付き合いもね、しっかりありましたから、これね、裏社会め、フランスはだから仁義好きですよね。いいですね、まさに見事な、あのなんかハードボイルドタッチのね、あの絵がなんかかっこいいですね。絵が綺麗なんですよ、ね、なんと、なんと一個一個が絵画みたいな、ね、そうですね、絵画っぽいですよね。まあ、それに絵になるからアランドロンなんてなおさらですよね。ジャンポール・ベルモンアランドロンがこうやってよくズボロして田んぼでこうやってのぐそしてでも絵になるかって言ったらどうなんですかね、想像してごらん、どう、やっぱ絵になるのかな。あのボルサリーノで、あのベルモントと車でこう行ってね、いきなり止めてくれっつって止めて、どうしたんだっつったら、ダーッと走っていって、あの田ん中でズボロして、おい、紙がね、紙っつって、これ面白いと思わない？いいんじゃない、ね、皆さんどう思います？そしたらやっぱりイメージ崩れるのかな。いや、崩れない、面白いんじゃないですか。じゃこれやると菅原文太さんなんですよ。菅原文太さんこれが合うんですよ。高倉健さんこれが合わないっていうね、鶴田浩二さんも合わないっていう、でもこれ合うのが面白いじゃないですか。マーロン・ブランドはこれ合うんですよ、なぜかね、不思議にね。あの人はね、まあ、地獄の黙示録で、いや、しかしリアリティをどこまで追求するっていう、まあいろいろこれ賛否がありますね。そこだけは難しいですね。 あと好き嫌いがありますよね。そう、監督の好みもありますよ ね。この人にこれをやらせたくないっていうね。あの今あのたけしさんの首いったんじゃないか。ああ、ありました。首も見に行った時に遠見が出て、あのたけしさんとは ゲイのこと、あ、そね、同性愛のことやるじゃないですか。でやっぱ信長が村重をで饅頭食えってグリグリやるんですよ、はい、あれとかって血だらけになるんじゃないですか、はい、そしたら可愛いのってチューするんじゃないですか、はい、
ああ、たけしさんとかってやっぱこういう演出好きだなと思って、うん、であれは本当好みじゃね。そうですね。でも遠藤憲一ったらもっと強烈な悪やってもらいたかったですね。彼はその色ってのを出したらもう天下一品に行くんじゃないかと思うんですよ ね、 そうですけどね。本当にだからああいうところでそういう役で彼を起用したらもっとこうバーッとなんか注目されるんじゃないかと思いますよね。でもね、なんか最近なんか収まってますよね。昔のまあ良かったって、まあでも仕方ないんじゃないですか。あの視聴者にあの何ですか、局から要求されるやっぱあのテレビの人だから今。そうですね。そこら辺が難しいんですよね。本当になんかその人の持ってる根深いパーソナル分をいかに 100% 引き出して、なおかつ強烈なその外敵とね、キャラクターとマッチするか、これに出会うか出会わないかっていうのはほとんどこれが俳優のもう一生でかかるんじゃないですかね。だから持ってる人も出会わなかったらそれで終わっちゃうし、だから皆さん自ら映画立ち上げたりする方が増えてきたんですよね、結構ね。結局演劇もだから、ああいう村重の映画なんか見てて、村重のあの芸の役、芸ねみたいな役やって、あ、やっぱ武志さんって見る目があるんですよ。いろんなところね、よく見てるんですよ、引き出したりね。だから俺はこうあの逆に偏見のことをよく見てるなと思いました、ね、そうですよね。だって多分私生活なんか知らないくせに、よく見てるんですよ ね、 まあこれ以上は言いませんけど、武蔵さんも知ってると思いますけど、まあね、彼は面白い人ですから。どうなんですか、だから、まあ、才能豊かなね、才能豊か素晴らしい人だと思いますよね。もっともっとね、あの頑張ってもらいたいです ね、 ね、最近だから面白い、だからみんな個人で今映画撮ってるやつ多いですね。多いですね。木村圭作、ああ、なんか撮ってなんかやってんじゃないですか。ああ、そうですか。あと、サイ君って言うんですか、サイ、ひろかず、なんだっけ。ああ、言いますなんかね。サイ君も。お店なんかやってる方だね、浅草とかでね。これ、桜ジュースでやってんです。俺なんとか言ったんですけど、でも彼も新作はなんか、今、吉行山口、はい、吉行が主演でなんか、もうすぐ、こうもう公開するんじゃないかな。でも、木村なんかも面白そうですよ、木村の。木村っていうと検索、あ、そうなんですか。木村なんとかなんか面白そうですよ。ああ、彼も頑張ってますね。頑張ってますよ。みんなどこで金引いてくるのかね、大したもんですね。本当それだから、そうなんですよ。舞台はよくやってんだけど、映画撮るって言ったらやっぱりなかなか大変ですからね。舞台はなんとかほら、あの出てるやつにほら、そうですね、チケット取ったりね、チケットなんとかなるけど、だからあれとだから木村もそうだし、あとなんだ、あのあいつなんだ、上西雄大、そうですね、また舞台やるんだけど、うん、舞台だ映画だとあいつが一番動いてますね。そうですね、素晴らしいですよね。素晴らしい、上西は本当素晴らしい。一回来てもらいましょうね、終わったら。いや、来れるんだったらこんないいことはないですよ、ね。それで上西さんがね、あの、ね、映画作品賞取った、あのマドリード国際映画祭、なんだっけ、マドリードの、はいはいはい、ね、あれでちょっとセブンヤクザ、ね、出してもらっていいですか、はい、お願いします。そうですね、あれそうです、彼ね、あいつは一くずで、ね、あの何回か撮ってるんですよね。2回ぐらい、はい、2回撮ったんですよ。よろしくお願いします。マドリードの映画祭で、これ一連の予告編、これですね、ノミネートされたやつから、はい。あ、そうですね、これですこれです。そうですね、撮ったのもうじきですからね、9月2日から、はい、お願いします。本当に9月2日からですか。そうですね、3日後からです、もう始まるんですよ、はい、2日から6日発表ですね。よろしくお願いします。俺はどれだけの罪を犯してきた。片桐になりき、へ、共に生きてきた兄弟がおらんようになるよ。頭が脱げるのはあんなに上手いじゃん。脱げるのか、親分が殺された。ただをやった男、撃ってみろ。その張本人が分かったんです。あんたは組を裏切ってた。裏になったらとことん付き合ってもらうで。まあなんか引っかかるといいですけどね。もうすぐ発表ですよね。現地行きたいですね。行きたい、本当に行きたいですね。行きたいですね。
ね、行きたいですね。ちょうどこの時期のベネチアが28日からだから ね、もう長期間、うん、9月の何日かやってるんですよ、十何日まで。みんなそっち行きますよ、やっぱり有名ですもん、まあ、ベネチア、カンヌ、アメリカのアカビって言ったら三大映画祭ですもんね、これね。アドリアも結構ね、最近名を通ってるんですけどね、もう20周年迎えてね、もう20年なんですね、はい、もう結構ね、優秀ある映画祭になりましたね、国際的にね。だから海外から集まる映画祭ってすごいですよね、国際色豊かになりますもんね。日本アカデミーって言ったら日本だけじゃないですか、日本アカデミーほとんどがね。ちょっと日本アカデミーちょっと寂しいですよね、これはちょっとね、なんとも言えないですね。オープンにしてるんですか、海外から。でもそれだけ出す意味がないんですかね、もしかしたら。一応外国語映画賞とあるんですけど、日本でありますよね、結局来てないですもんね、結局ほぼ。ただ長編とかそんなのに出してるんですかね、外国の映画。わかんないです、だからその辺は全く、結局日本語の字幕入れなきゃないですもんね。そこなんですよ、そこ結局意味ないですもん、考えたらね。やっても日本しか公開無理ですもんね。そうなんだ、ってそんなことしなくったって向こうのアカデミー賞がなんか賞取っちゃって大きいですもんね。そうそうそう、あ難しいな、そういうことだな。日本語をまた英語にするっていうと、あの字幕をものすごい難しい、いや難しいみたいですね。だからセブンジャックさんも大変だったと思いますよ、これ幼児山田君がね、よくここまでやってくれましたね、個人でね、本当勉強してるんで、だからよやってくれて、そうですよ、だからだからもうこのヤクザの世界も分かってるし、言葉も分かってるからこそできたんだよ。そうなんですよね、普通できないですよ。本人相当このセブンヤクザやるにあたってやっぱり勉強してますからね、アウトローのこととかね、いろんなことでね。そうですよね、じゃなきゃできないですよ、これは厳しいですよ、そうですね。だからカナダから知ってるあいついんじゃないですか、カナダに行ってるやつなんかあのハーフのやつ、あいつがもう武蔵さんとかだから先生のやつを、はい、どうやって翻訳できたらもうこっちで売りたいですって言うんだけど。ああそうですか、なんかいいんじゃないですか、ちょっと太ったなんかあのあいつ日本にいたやつ、サイドですか、なんつうんですか名前忘れたけど、桜井サイドってこの太った、そうそう、あいつもういつの間にかいなくなってますよね、何やってるんですかね。なんかたまに連絡来ますよ、だって本人のあのマネージャーは FBI だとか言ってましたよ。は今初めて言いますけど、FBI でだからこれあのもうあの自分の身柄を伏せてるんで、うん、だから絶対武蔵さんこれ内緒にしてくれって言ったんだけど、それマネージャーもいなくなっちゃったから、今これ初めてし俺言っちゃったんだけどね、うん、初めて言いましたけど本当なのかっていう。本人が FBI です。いや本人はだから黙ってるんですよ、マネージャーはそうだからってことで、マネージャーが FBI もういやマネージャーがねそのサイドが FBI だから武蔵さん黙っといてくれっていろいろあるんだからって、本当かいと思いますよね。 CIA じゃないですか。いや FBI だったんですよ。 FBI は連邦捜査だから、 FBI って言ってましたよ、連邦捜査だから国外は関係ないです、CIA だったら関係ないですか。なんてことは嘘ですね、嘘ですね、完全なる嘘ですね。 CIA かな、 CIA だったら、ね、CIA ですね、でも CIA でも本当かと思いますよね。 CIA だったら本当ですよ。いや本当だったらね、本当だったらですよね。なんかひげ生やさデブスよ、デブスよあれたまにみんな来ますよ。あれ今元気なんですか。いやどうもに来ますね、いやいや半年に一遍ぐらい。はあ。この間はあの新地が連絡来ましたね。でしょ、来ました、うん、沖縄本当に。でもなんかあの俺公開しきりじゃないけど、ここ呼んでいろんなこと突っ込んだらもうみんなめくれてえらいことになっちゃうでしょ。いやまあしょうがないですよ、2人に取り調べしてされてる。長所巻きますか、ガズちゃんからね、ここからね。ああ新地来い、あのちょっとこう椅子を向きを変えて、向き変えて、あれだからこうなんか横向きにして、あそうっす、で、ま、窓に1人そこに後ろ向いて、ね、こう目元のほうって、ね、いやーねーね、今あの台湾のあのえなんだっけ映画関係の方とちょっと、はい、あの先生の関係で知り合って、はいはいはい、あれしたんだけど、あれ台湾行ってるって言ってるんじゃないですか。あそうですか、言ってるんですか武蔵さん、台湾の映画がどうのこうのって、新地正行って知ってますって言われたら、はい、あ漢字見せてって言うから漢字見せて送ったんですよ。いや
誰も知らない、ね、調べますかとか、あ、もういいですって。あ、そうですね。だって本人それで膵臓がんになってるんですよ、もう末期だって。それは何年生きてるんだっていう。武蔵さんは膵臓がんで末期で映画やりたいんだって何年何十年ぶりで電話かかってきてね。え、もう一番最初に久しぶりに電話って、膵臓がんのもうやばいと、ステージ X でも末期にしかない、だからもう最後に映画やりたいって、っつって。ところがそれからもう何年生きてるって、でも治っちゃったって言うんですよ、この間。何して治るのかね。治るんだったら、治ることはあんまないですね。渡瀬さんにね、早く真実をやって教えてあげたかったですよね。そうそうそう、渡瀬さんそうですか、ね、治す原因。渡瀬さんは膵臓がんだったですからね。膵臓がんは治んないですかね。膵臓はもう治んないですよ。大体よくない。大体もう何期って言っちゃったらもう治んないですよね。なんで無理です、無理です。でか、あの裏側に隠れてるから見えないんですよ。そうなんですよね、本当なんですよ。よっぽどなんかでやってもなかなか出にくいらしいですよね。世界一の金持ち の, あのアップルの創業者のスティーブ・ジョブズが死んだぐらいですから。ああでしょうね。そうですよ。だから「え、あ、膵臓がん俺初めて来ました」。彼言ってましたよ。あいつ結構まあ昔嘘つきじゃなかったんですよ。こんな個人的なことで申し訳ないけど。そうですね、本当ですね。嘘つきじゃなかったのに、でもなんかおかしくなって、最近おかしいですよね。まあいろんな人がいますね。年取るのに頭がやられちゃうのか、なんでらしいんですよね。せがれがやられちゃうのか、どっちかわかんないけど。せがれやられない、まあ十分元気ですね、私は。まあ、せがれやられたぐらいだったらいいですよ、嘘つかないんで ね、 だからね、ただ嘘はつかないですから。一言こうやってやって山口さんって来て、俺立たなくなっちゃったんだよって、こんだったらまだ可愛いじゃないですか。まだ可愛いですね、まだ、ってね、それは頑張れよって、ね、バヤぐらい保ってあげますよ。あ、ええー、ってね、もうこんなね、こんなって俺ここですよみたいな。あ、そしたらまだ可愛いですよね。いや、だ、俺も一人います、安っつのは。ガンだって、まあ、なんだっけ、嫁言ってて、去年なんか嫁がどうのこうのって言うから、お前俺より先死んだら、あの家ってぶっ飛ばすかな、この野郎って言ったら、今からお前大阪だから、大阪行くから待ったら、この野郎って言ったら、いや、大丈夫ですって、半年ぐらいで終わりましたね。ぶっ飛ばし行くかな、この野郎、俺よりお前。あの皆さん、あの本当にがんの人、山口さんに一報してもらうと、あれは最高ですよ。大体 ね、 あのね、ステージ1とか2とかね、もう3、4、もうステージ4でもいいや、もう。もうね、死ぬ時は死ぬんだから、もうね、そうね、死ぬのはさ、なんかさ、勲章みたいに言ってんじゃねえと、死ぬことなんか生まれるのと一緒で偶然なんだから。本当ですね。くだらないですよ。いつ死ぬか分かんないってのありますよね。ね、俺はこうで病気で、俺はあでなんて。私は大嫌いだからすぐいじめ行きますだってね、嫌じゃないですか。武蔵さんも嫌いでしょ。いや本当ですね。そんなんでもうクエコしても人に言ってもしゃあないですよね。うちの先生はね、元気じゃないですか。元気ですね。先生そろそろ誕生日ですね。80ですか。80ですよね。15歳ですよね。先生本当に先生こそ長生きして、ね、まあ、まだ盛大にねやると思うんですけどね。先生先生さっき会ってないですよね。会いました。お会いしてないですよね。大体会ってないですよ。自分もちょっと自分の体調で電話でね、あの夏に電話でしました。相変わらず元気でね、まあ、明るいですよね、先生はね。先生明るいですよ。先生やっぱり村上和彦先生です、明るく言ってもらいたいですね。本当に先生あっての私たちですから。本当です ね、 先生本当に先生ずっとまだ80だから、まあ、100歳ぐらいまで生きてもらいたいです ね、 ですね。俺もさっき死んじゃったりして ね、 そうですよ。俺もなんか俺あのホストの時の後輩が48で、はあ、つい1週間ぐらい前に死んじゃって、すぐそこであのなんだっけな、あのあそこのビホテルの隣でジャズバーやってて、はい、新井達也って言うんだけど48で死んじゃったんですよ。なんすか病、食道がんかな。あ、がんでした。いや全然知らなかった。突然さっきフェイスブック見たら出てて、ちょっとねびっくりですねこれね。いや本当ですね、若くねして死んじゃ困りますよ本当に。いや本当です。48したら倍切れますよ ね、 ね、頑張れば96。俺と武蔵さんも目指せ90代ですからね。ですね、頑張って90代現役でまでやってたですね、仕事バリバリね、仕事もバリバリ、こっちもバリバリでね、こっちもね、こっちもまあ本当両方ね行けたら最高ですよね。行きたいですよやっぱ。もうダメ、
もうこれ以上ダメ、仁さん、武蔵さん許してって言われるぐらいね、頑張りたいですね。どういうんだか想像できないけど、なんか一瞬いやもうダメ、死んじゃうと、何言ってんだよバカら、死なせないぞって。で行ったんだって言ったら、なんか全然中に入ってるような気がしなかったとかね。何を出してんだ、言ってんのかなって。それ自分がちっちゃいだけじゃないですか。とといや、じゃあ年いって恐竜になってたとかさ、全然なんか中の玉が全然出てなかったなって言ったね。だけどそれもいくら打って発射したんだけど、待ったらいてもたろって急げも発射したんだけど、何出てんのか、空王だったのかっていうね。だからこうなのか、途中でこうなのか、こうなのか、大きさが全く分からない。それがあれ言ったんだけど、何に出てるか分かんなったっていうね、空気が出てるような感じしたとか。でも年取るとなんか行く時なんか、俺の先輩なんか80超えたらもうなんかムズムズした生き方すんぞって言ってましたよ。へーって言うんですけど、どうなんですかね。じゃあ80過ぎたら岡崎先輩に聞いてみたい。あ、で岡崎さんもそうだ、近いとこ聞いてみたいですね。いつもありがとうございます、志村さん。志村翔太郎さんです。ありがとうございます。武蔵さん、山口さん、こんにちは。アランドロンの正教。正教ですか。改めて残念です。正教だ、忘れてた。正教、改めて残念です。同じアズリの生き男さんの番組や、井筒監督の番組でも質問にお答えいただきましたが、お二人のドローン映画ベストは何でしょう。よろしければお聞かせください。自分はね、ルジタンですかね。まあ、ボルサリーニとかいろいろあるんですけど、ルジタン。やっぱ俺あのヨットの時のあの太陽がいっぱいキラキラする、あいい男、あ太陽がいっぱいですね。なるほどね。マットデイモンがやってるじゃないですか。そうですね。あれはちょっとダメですね。まああのリメイクはちょっと難しいですね。アランドロンの、あでもジンギもかっこよかったな。いやあげれば聞きないです。ブーメランにのようにも素晴らしいです。ラストね、あんだけの元犯罪者が過去を全部消して政治家でね、結局成功して自分の息子のために全てもう捨てて、ね、あの犯罪を犯して助けるじゃないですか、国境を越えて。最後あれ撃たれるでしょうね、二人の。あれ泣けましたね、最後に国境を越えるところでこうやって二人の子供とのアップになってバババーンっつって終わるんですよね。ちょっともう一回見てる、ね、ありますかね、ブーメランの。ああいうのだからないんですよね。ブーメランありますかね、どういうですか。あれ良かったですね。あとルジタンで思い起こすのは、ドローンが犯罪者なんですけど撃たれるんですよ、撃たれて最後行きたい台にたどり着いた医者が、あの動物病院だったんですよ。動物病院の先生にこうやってもう茶化出すんです、こうやってね、それも気絶するんですよ。で気がついたら助けられて、あのもう何しはそこで静養して、あの最後去っていくんですよね。その時にこの相変わらず無言なんですよね。これあの最後にこう全部金も入れて去ってくる、忘れ物だと先生が、で茶化こうやって出すんですよ。そしたらそれを気難しそうに取ってね、そしたらなんで助けてくれたんだって言ったら、いや我々昔からこういう人を助けてきたって言うんですよ、あんたには必要だって言ってピストル出すんですよ。そしたらアランドロンが金を足掴まれして、あの政府の金だと、個人の金じゃないから取ってくる、いやこれは取れない、あんたの人だって返すんですよ、いやこれは泣けましたね、アランドロンがね。何て言うんですか、ルジタンですよ。ルジタン、で涙をかみさらうのかってね、そのワンシーンでこうで去っていくんですけど、これね、このシーンは良かったですね。このワンシーンですか、ルジタン、ルジタン、これです。これ音楽がまた抜群なんですよ。あそうそう、ね、この音楽が良かったですね。本人のまさに生き様ですよ。ジプシー出身じゃないですか、はい、だからまさに彼そのものを描いたんですよ。ジョルジェ・ジョバンニっていう元犯罪者ですよ、ギャング。あ、実在したんですか。そうです。この人の、 あの原作、あの監督がこの人やってるんですよ。すごいコメント、ジョバンニとは何本か組んでるんですよね。
これはね、皆さん影に隠れたドローンのもう代表作ですよ。このドローンの、あのよく皆さん言う目の哀愁っていうじゃないですか、寂しさっていう、うん、これがまさにね、もういる、 いるだけでそのものをルジタンなんです、アランドロン。演技じゃないんですよ、彼はこれ。まあこの映画はもう自分のベストワンですよね、アランドロンのね。地味ですけどね。見てみよう。 あれですね、いや伝えかなんだっけ。いや多分見れると思いますね。面白いのは、あの仲間いるんですよね、はい、仲間は最後いろいろ銃撃戦で殺されるんですよ、はい、でこいつスケベで女の肌ばっこかけてるんですよ。最後にこう息絶えて見上げたところに女がおっぱい出してるんですよ、はい、で「おお犬の女だ」っつって死んで、これがね笑いましたよ一瞬も。でまあそうやって死んでいくんですよ。おおいい女だよっつってバタって死んでるんですよ、これ最後に。で彼は最後に女性のおっぱい見て死ねたんで最高の幸せだったってことですね。いや、いろんなね、これあのエキスが入ってるね、面白い映画だったですね。いいですよ、見たい、ないな。これあれだっけ、あの、DVD しかない。そうですね、あ、うん、に借りに行きます。最近もだから、逆に、あの、蔦屋とかいろんなのね、古いのあるんですよね。古いのあるんで、あの、ほら、いろんなとこ閉店しちゃってるんですか。そうっす。逆に、あの、ある店舗だと、新橋店とか、あと新大きいところ、錦糸町でも結構大きいですよ。だからそういうところだとあるんですよね。あの自分なんかマフィア映画全部見たくて調べると、はい、見たことないなら結構出てるんですよ、はい、こんなのがあったのかっていうね。錦糸町店でかいですか。でかいですよ、だからね、長らく行ってないですけどね。やっぱもう今ネットフリックスとかなんとかっていうのは新しいものばっかで。そうですね、うん、あ、こんなに作ってどうすると思うんですけどね、名作もいいのいっぱいありますもんね。あんた、ちょっと多すぎないですか。いや、面白いですよ。いや多すぎないですか。多すぎです、相当多いですね。だからみんなが頑張って作ってるの分かるんですけど、で期間限定で消されたりまたあったりいろいろあるんですよ、なぜかね。ありましたね、やっぱ DVD しかないです。あ、DVD しかないですか。2699円。あ、安いですね。安いですね、この音楽はね、また素晴らしかったですね。フランス映画はやっぱ音楽ですよね、ノワールってフランスね、独特の犯罪映画は、うん、ね、ギャバンから何から結構作られましたよね、本当に。フランスはやっぱりあの映画の発祥の地ですね。ね、本当ですね。あ、75年なんですね、結構古いですね。あと、あの胸にもう一度ってあったんですよ。はいはい、知ってます。あれは、おっぱいなんかこうやるのね、あれが目になんか若い時焼きついて、あれを実際やってみたいっていう、そういう衝動に駆られたことがありましたよね。これですよね、ルジタン。そうっす、いい顔してますよね、いい目がね。いや、アランドロは本当に世界一の美形ですよ、確かに言いましたら。ですね、よく真似して薬剤なんかひげはかしたりするんですよ、うん、皆さんこう単なるなんか不潔なおっさんに見えてる終わっちゃうっていうね。ここまで綺麗にひげ生えてる人珍しいですよ。そうですね、何やっても似合うっていうね。ここまで綺麗な顔の人も本当ですよね。これですね、武蔵さんです。ああ、これですね、これ。ああ、これもブルーレイしかないですね。ならブルーレイしかないですか。ブルーレイ、こっち DVD、これもブルーレイ。あ、ブルーレイの方だ、こっちは。そうですね、サムライ、あとビッグガン、フリックストーリーとかね、バンデはね、いい味出してましたね。アランドロン見たことあるんですけどね、日本に来た時に。そう、一回もないですよね。いや、俺たまたまね、あのどこだっけな、松竹だか東映だか忘れたけど、なんかのパーティーに来てて、はい、あの人、ジョン・ウー、ジョン・ウーなんかと一緒に、なんか知らないけど来てて、で俺前のお前の事務所かなんかの時に、はい、社長に連れてってもらって、はい、そんな大きくないんですよね。大きな、ちっちゃいです、結構とってもちっちゃいです。個人的に日本でお忍びで来た時多いみたいですよね。みたいですね、好きみたいですね、日本の間をね、なんか作って、うん、あの日本刀とかね、好きでね、うん、なんかこの間上がったらピストル70何丁って持ってたらしいですよ。でもまあフランスだから構わないんですよ。いや、これ本人があのみんな
登録してなかったかなんかほとんど多いとか胸元ちゃったんでね、まあ、いや笑えますね、うん、でもフランスはもうあの何さんでニキータの国ですから。そうですね、とてもやっぱりものすごいですから。俺が亡くなって調べたら日本刀が50本見つかってきたとか、みんなあの届けで無届けだったこれ、まあ、そう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 、ね、いや洗うとかもう死んだらもう、何もないですよ。坂まで見つかったとかね、まあいいんだけど、バイブがいっぱい出てきたって言ったら笑い物になっちゃうんですよね。ね、チャカの代わりに武蔵は夜なんとバイブの使い手だったらって言ったら、どないだろうなってなっちゃいますよ、これね。その時は武蔵さん言ってください。俺に譲渡するって。二人でそういう関係だったのかって。これは武蔵さんのものですって書いてください。いや、今は預かっていますが、実は武蔵さんのバイブですと。そういうことにしておいてください。何言ってたそれ。今度はあの出てくる時あの来週はこうやってこの八幡木して日本バイブ立てて2人で日本バイブ大賞で行きましょうか。ね、愛好会とかでね、そのうちできたりしてね。ここで揺れるとやっぱビーンってちょっとまずいか、頭がうーんってなっちゃったね。武蔵さん、はい、それじゃあ今武蔵さんの頭はバイブそのものですよ。やっぱり結局ね私たちね2人にしとくほっとくとね、結構お題がないとね、こうやってね下ネタばっかり言って、もう脱線放題でね、え何を言ってるんだっていうね。本当に武蔵さんをね連れて私はね、あの熟女キャバクラで行って、いや熟女キャバクラに1回ね連れてみたいですね。こんな会話したらもう飛んでますけど、ね、2人で飛んでたらもう2人でね、いやでもちょっと1回ね面白いとこあるんですよ。誰か招待してください。お願いします。面白いとこあるんですよ。ほんとあのホウキさんとあのワンピースのホウキさんとも行こうという話。いや3人で行ったらどうなのって、もういやなんか黙って座ってたらやばいですけどね。黙って座ってたらもうなんかこうまあ私がトッポコを開きますから。あいやで、ところが黙って座ってて山本さんがあの先陣切っても一番下は誰が立ってたなって言ってね、黙ってね、俺が一生懸命喋ってるのに黙ってこう武蔵さんとホウキさんがこうなってる。どうすんな、二人で股間があって見合ってて、ね、俺見えるみたいな、えらいこっちゃですね。多分そうなりますね。そんな映画できちゃいますよ一本ね、これ面白いですね。それ3人の珍道中でとんでもないね、台本なしでこうあの30分のアドリブやり放題。3人ってより3本の珍道中。いやこれ3本の珍道中で、まあ1本40分ぐらいの短編で何本もできるような感じしますね。できますよ、ね、銀座編とか、ね、いろいろ銀座で品がなくてもう出入り禁止になったとか、そういう、ね、なんかスナック嵐でもしましょうか。いやこれ面白いかもしれないですよ。スナックお店の宣伝にもなるしね。全国で皆さんあのスナックの方々ママたちマスターたち私たちを呼んでください。行きますから。よく言いますよ、あの俳優普段こういう話すんだけど行くとモテようと思ってみんな渋くなっちゃうって、ね、渋いんですよみんな。黙っちゃうっていうね。こんななっちゃうんですかみんな。いや俺ら別にモテてえと思わないからもう、ね、今更もう今更ね。まああの来るものは二人とも拒みませんから。いやもうそこら辺はよろしくお願いします。皆さんその場で会話の楽しさってあるじゃないですか ね、それが一番ですよね。あんまりでもバカの音あの言えないですけどね、あんまりね。よく言われますよ、あのやっぱりいろんなお世話になってるスポンサーの方で行くとね、やっぱりそのイメージを大切にしてくれっていう人いますよね。あんまりまさかこんなことになることもなかったとか大爆笑したりね。イメージって言われると困りますよね。まあでもそれは分からなくないですけどね。私なんかほぼイメージないですからもうね、スケベですから。スケベそのものですから、スケベが服着て歩いてるようなもんですから。人は皆さんね、あのやっぱり下ネタ喋ってるのが一番幸せなんですよね。幸せですよ、本当にセクハラしちゃダメですよ。ですよね。セクハラと嫌なことはしちゃダメですよ。こんな、ね、嫌らしいことは喋ってないんですよ、幸せなんですからねみんなね、俺は強要しちゃダメですよ。俺らこんなことって襲ったら絶対するんですから、ね、それだけはないです、それだけはないですよ、本当にね。
それがないね、私たちね。そこだけ綺麗なんですよ、やるのは映画の上だけですよ、目いっぱいやるのはね。やりたいしね、もう目いっぱいでもいいですから、やめてくれっていうのも監督はもうそれじゃやめてくれってことでやっちゃいますからね。えだから共演者に嫌われますよ、もうね。いやそこパンツ脱ぐとこじゃないですよ。いやもう本当ですよ、武蔵さんそれちょっとやめてくださいっていう、ね、いやもう相手方の事務所はもう嫌がって、あの人とはもう絶対嫌だとかね。武蔵さん山口、共演 NG で絶対 NG と、昔ねよくあの AV の女の子たちね現場で会ったんですけどね、最近会いませんね。ああなるほど、ね、昔よく来ましたね。あ、50分なっちゃいました。早いですね。早いですね。あっという間でした。今日はなんかフリートーク。フリートークで楽しかったです。皆さん台風これから来ますよ。気をつけてください。気をつけてください。本当にね。来週また。そうですね。来週なんで、来週またありますんで。あります。皆さん楽しみ。よろしくお願いします。楽しみ。お題考えてください。はい、どうもありがとうございました。今日も。やだ。どうもです。